日本一ソフトウェアアメリカのセール情報がかなり充実しています。ほとんどのゲームが、これまでの最安値ということで、はい、人気が高いようですね。これは買いかもしれません。週刊スチーム通信。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。いつもスチーム実況チャンネルをご覧いただきありがとうございます。そして毎週金曜日に行っているスチームセール最新情報をお届けする週刊スチーム通信もいつもご視聴ありがとうございます。はい、もう最近めっきり寒くなりましたね。結構ね、暖冬でしばらく暖かかったんですが、さすがにここに来て、朝晩は冷えるようになりましたね。体調を崩す時期でもあるので、皆さんも十分体調に気をつけてスチームゲームを楽しんでくださいということで、はい、今回ねちょっと最新情報が結構たくさんあるので、セール情報トントンといきたいと思いますが、まずですね、ミッドウィークマッドですね、ノルウェーのゲームがピックアップされてました。前回はポーランドのゲーム、何周年かですね、独立何周年かの記念でしたけど、今回ノルウェーのゲームが集まっています。こうやってね、前回も言ってましたけど、一つの国としてゲームが集まると本当なんか興味深いですよね。はい、自分が知っていたのはコナーアキレスと、そうですね、オウルボーイ、アースロックぐらいですかね。はい、他はあるかな。なんか個性もうなんかね、画像を見ただけでも個性的な作品が多いなっていう印象ですが、皆さんは知っておられる、知っている作品はありますでしょうか。でここで注目したいのはアースロックですかね。はい、これはこの画面構成見てください。斜め見下ろし型の RPG なんですが、割と日本人もとっつきやすい画面構成になってますよね。こういう戦闘シーンとかもそうですし、まあ、JRPG に影響を受けていることは間違いないと思いますが、これアースロック1なんですね。で3部作の最初の作品ということで、それが 52% オンの1435円で買えるということで、こういう、まあ、JRPG が好きな方、一度チャレンジしてみてほしいかなと思います。でもちろん日本語インターフェース字幕に対応しているので、日本語でも安心して遊ぶことができると。はい、アースロック、今2部が2が開発中で、まだそんなに情報入ってきてないんですけどね。はい、まあ、2018年3月8日にまだ出たばかりなので、もうしばらく後になると思いますが、はい、アースロックぜひ、プレイしてみてください。はい、であとですね、ミッドウィークマドネスとして、ダークサイダーズフランチャイズが来てますね。まあ、デビルメイクライとか、まあ、そういう感じの、アクション RPG になりますね。あとそうですね、ダークソウルとかに似ている、ハクスラーになるのかな、ハクスラーですね、ハクスラーの、3D、アクション RPG が安くなっていると。はい、で自分もこのダークソウル2をいただいて、まだちょっとプレイできてないんですが、はい、生放送でもプレイしたので、ぜひプレイしたいゲームですね。でこれが、3がね11月28日に出るということで、まあ、そのプロモーションも兼ねて安くなっているんだと思います。はい、ダークサイダーズフランチャイズですね。はい、こんな感じでミッドウィークマドネスも割と、話題作が今回多いのかなっていう感じはしました。はい、そしてパブリッシャーウィークエンドですね。パブリッシャーウィークエンドで、日本一ソフトウェアのアメリカの、パブリッシャーウィークエンドがあります。でもうそうそうたる、ゲームが並んでますよね。はい、バンドルも安くなっていますし、ディスガイアシリーズ、イース8、そして夜回り、ファントムブレイブですね。で、後で取り上げますが、キラーセブンなんかも出てますし、ホタルの日記や、はい、アサルトスパイ、最近出ましたよね。はい、で、シルバー事件、はい、須田さんの手掛ける、アドベンチャーゲームも扱っているのが特徴かなと思いますが、で、2016年にね、プレイステーションビータで、出たカリギュラも、
2019年に出るということで、最新作が続々と出ているのもこの、ニスアメリカの特徴じゃないでしょうか。で、今回のこのセールすごく金額が安くてですね、このSteamデータベースで NIS と NIS と打っていただければ全て表示させることができるんですけど、見てください。はい、これまでの最大ブルー、そしてこれまでと同じ60、緑なんですけど、ほとんどが今回最安値なんですね。はい、なんで、日本一ソフトウェアのゲームに興味がある方は本当もう大型セールを待たずして今購入してもいいぐらい、はい、かなり安くなっているので、ぜひ購入を検討してみてください。ユーロチャンネル。はい、そして無料情報ですが、ウィークエンド無料プレイで、レインボーシックスシージが来ています。これは、以前にも、まあ、以前にもというか、まあ、何回か来てますが、また週末無料で遊べるということで、まあ、これに関してはもう多分皆さん遊ばれてるでしょうね。はい、自分も、ウィークエンド無料プレイ前回か前々回の、ものでちょっとプレイしましたが、やっぱり面白いですよね、ミリタリー系の FPS として。はい、そして、サバイバルマーズの大型アップデートが来て、はい、週末無料プレイが来てるので、はい、これも、こういう宇宙を舞台にした、まあ火星ですけど、そこで、都市建設を行ったりするサバイバルゲームなんですが、はい、これも一定の評価を得ている。はい、直近ほぼ好評で、多分このアップデートがなされて、また評価が上がったと思うんですが、はい、サバイビングマーズか。はい、来てますね。で、外部サイトなんですが、ハンブルバンドルで、はい、心臓バソーラーエンパイズリベレーションの、無料プレイヤー来てますね。はい、ここのゲットザゲームっていうのを、すいません、ゲットイットナウっていうのを押していただいて、はい、サンキューフォーユアサポートと出ます。そして、プレビューユアイメールっていうのを押していただくと、もうそのまま、ダウンロードナウのページが出てくるので、このダウンロードナウをクリックしていただくと、はい、下の方に、キーが出ているはずです。はい、すいません、リバイバルユアスチームキーを押すと、もちろん会員登録してないといけないですけどね。で、これを、すいません、Steam ゲームのキーの有効化で有効化するだけですね。はい。で、あと、ハンブルバンドルでは、ハンブルディストピアンバンドルが来てます。で、1ドルバンドルで、はい、これだけのゲームが遊べますね。はい。一度やってみましょうか。はい。ゲットザバンドルをクリックすると下に行きます。そしてカスタム、ここですね、カスタムを押して、まあ、以前にもやりましたが、ここを1ドルにします。支払い方法を選びます。自分はペイパルなのでペイパルにします。はい、すると、はい、待っていると、まあ、ペイパルで支払うということで、はい、ペイパル払いになって、あとはログインをして、はい、購入するだけです。はい、118円で購入することができます。で、同意して支払うを押すと、はい、さっきと同じようにコードが出てきます。 Get Your Games ということで、はい、ここをクリックすると、はい、キーが出てきます。はい、まあ、こんな感じで、ゲームをアンロックすることができるので、あとはもうここで、キーを表示させるだけですね。はい。っていう簡単な感じで、購入することができるので、ぜひハンブルバンドルも、購入を検討してみてください。はい、ここからはですね、ネイバーまとめでまとめた週刊スチーム通信シャープ110。今週1週間の最新情報をお届けしたいと思います。まず、はい、剣士ついに正式ローンチ来ましたね。2013年3月からずっと早期アクセス版だったんですが、はい、12月6日に正式リリースが決定しました。
もうかなりこれは人気の、シリーズじゃないですね、人気のサバイバルゲームで、生放送か何かで人に勧められて、はい、ちょっとやる機会がなかったんですけど、非常に好評の評価の、はい、そして日本の実況者さんも含めて海外もそうですが、たくさんの関連動画があるという、ゲームですが、はい、Steam でアーリーアクセス版が配信されている剣士が、11月15日に、その、開発者デベロッパーが12月6日に正式リリースすると発表しましたと。で、剣士に着想を得たという剣士は、文明が崩壊した世界を日本というわけではないで生き残りをかけて戦うというタイトル、オープンワールド型でその世界の広さは870平方キロメートルを超えるという、決まったストーリーはなく自由にサバイバルを楽しめる、はい、サンドボックス RPG、 ソードパンク RPG とも呼ぶタイトルであると。で、総客数版における数千も及ぶレビューの大半が非常に好評という評価で、日本においてもニコニコ動画にて有志による1800近くの、関連動画が公開されていると。すごいですね、はい、で、日本語、インターフェースフル音声字幕対応ということで、はい、1980円で購入することができる、まあ、これも欲しいんですけどね、まあ、お金があればどんどん買っていきたいんですが、はい、今はちょっとジャストコーズ4に向けてお金を貯めているので、はい、なかなか買えないんですけど、はい、剣士の正式版がリリースされた、まあ、こういうのね、実況動画でやると面白いでしょうね。はい、剣士の正式ローンチが12月6日に開始されるというニュースでした。続いてですが、急に入ってきたタイトルですが、奪われし王座ウィッチャーテイルズのが Steam で開始されました。はい、本作はウィッチャーは3ワイルドハントの制作人が開発したシングルプレイ用のカードバトル RPG であると。で、プレイヤーは数々のクエストやキャラクターたちの出会いを通し、これまでゲーム化されたことのないウィッチャーの世界を冒険すると。で、戦闘シーンが、グエントウィッチャーカードゲームのシステムを使ったカードバトルであることが大きな特徴で、冒険で出会った個性豊かなキャラクターたちを使ってデッキを組み、それぞれのスキルとアビリティをうまく使って勝利を目指す。ああ、面白そうですね。このカードシステムってもともとあったんですかね、自分は存じ上げなかったんですが、ああ、こんな感じか。ね、今この手のカードゲームって流行ってますよね。はい、シャドーバース、遊戯王とかね、日本でもありますし、で、後で紹介しますが、アーティファクトか、バルブがね、久しぶりに新作を出すのもカードゲームですし、はい。で、Steam版には、GOG.com 版と同様、公式サウンドトラックや、アートブック、そしてアート集、デジタル特典がたっぷり用意されているということですね。はい、ウィッチャー4はいつ出るのかっていう感じですが、そっちも気になりますよね、CD プロジェクトネット。はい、ウィッチャーのカードゲームが Steam で配信を開始したというニュースでした。はい、続いてですが、ファイティング X レイヤーが11月30日に、配信を開始するというニュースです。これは格闘ゲームになるんですかね。はい、本作は1996年、あ、古いな、業務用が展開され、97年にはプレイステーションにも移植されたストリートファイター X から、あ、初作が始まり、あ、ストリートファイター X なんだ。その後2000年のストリートファイター X3 でシリーズが途絶えていたアメリカ開発の格闘ゲーム X 最新作と。はい、本作では対戦中に特定条件を満たすことで特殊な効果が発動する抗議システムを特徴としている。今なんか出てましたよね。はい、で、11月23日と24日に、五反田メッセで行われる、アークレボジャパンか、2018の会場ではアーケード版の試遊会が開催されるということで、 Steam 版だけじゃなくて、プレイステーション4版とアーケード版が同時に発表されたんですよね。はい、アーケード版も遊ぶことができると。なかなか綺麗なというか、アニメーションが綺麗な RPG ですね。ちょっと 3D2.5D みたいな感じなんですかね。丸々平面の 2D 格闘ゲームじゃないですよね。はい、ファイティング X レイヤーで、これがフル音声に対応してるのか、日本語、
ということなので、格闘ゲームファン11月30日、楽しみにしたいと思いますね。はい、続いては、R タイプ1-2、これは以前のね週刊新聞通信で取り上げましたが、はい、11月28日に発売日決定しました。はい、で1週間は発売記念セールとして1200円で購入できますと。安いですよね。あ、まだこれ金額は明らかにされてないのかな。はい、R タイプディメンジョンズ X は、シューティングの名作 R タイプと R タイプ2の2本を 3D グラフィック対応や2人同時プレイ機能などビジュアル機能とを大幅にアップグレードして収録したダウンロード1000倍ソフトであると。で 3D グラフィックソフトや残機無限のインフィニティモード、2人同時プレイが可能なマルチプレイモードなど追加要素を満載、オリジナルのアーケード版を再現したほかクラシックモードも搭載していると。ね、あの残機無限のインフィニティモードがいかれますよね。やっぱり自分みたいな下手くの人はありがたい機能ですが、だから誰でもねエンディングが見られるという感じですよね。はい、まあ、R タイプはねこの前についているあのランチャーになるんですかね、これを後ろにつけて後ろの敵を倒すという斬新な、当時斬新なゲームだったと思います。前だけじゃなくてね後ろにこのねものをこう付け替えて、そしてボスが後ろに出てきて後ろにつけないと倒せないみたいなね、そういうのもありましたが、はい、懐かしの R タイプが1-2セットになって11月28日に発売され、PC ゲームならではのオプションもたくさんついていると、モードもたくさんついているということですね。はい、楽しみにしたいと思います。はい、続いてですが、さっきも言ってましたがバルブ久しぶりの新作アーティファクトが予約開始で売り上げトップになったと。で日本でもねやっぱ関心が高いですよね。はい、バルブが手掛ける新作コレクティブルカードゲームアーティファクトの予約受付が開始されたと。で2300円で結構安いですよね。さすがバルブだなと。はい、そんなにこう法外な値段をつけないところがねバルブらしいっちゃらしいですよね。11月29日に発売予定。はい、マジック・ザ・ギャザリングを生み出した伝説のゲームデザイナーリチャード・ガーフィールド氏、ガーフィールドさんか、聞きますよねこの名前ね。バルブのコラボレーション作品で人気 MOBA ゲームドーダ2の世界観をベースにしていると。でバルブ自身も力を入れており、日本語含む多言語対応に加えてコミュニティ向けにデッキコード API を公開していると。これによりゲームをさらに盛り上げるさまざまなツールやサイトが登場するのではないでしょうか。ここがバルブらしい、非常にバルブらしい。もうそういうコミュニティを利用した展開というのをもう最初から考えていると、まあ、このあたりがやっぱりあのもちろん Steam を運営しているバルブらしいっちゃらしいんですけど、もっとこう他のゲームもこういうことをやって外部サイトとかであえて盛り上がるようにも最初から構築していくっていうのは、ね、大事だと思うんですけどね。まあバルブがお手本を示している感じですけど、まあ、こういうのがあると本当に盛り上がって逆に、ね、売り上げにつながると思うんで、ぜひ、Steam のいろんな機能をフル活用してほしいなと、ね、ワークショップだけじゃなくて、はい、バルブの新作カードゲームも、まあ、流行ることは間違いないと思いますが、はい、期待したいと思います。でねこれ予約の段階で本当売り上げトップにすぐ来てたんですね。今でもあるのかな、ちょっと後で確認しますが、はい、期待ですね。はい、続いてですがファイナルファンタジー15が追悼されるということで、はい、モッドでね、出てきてるんですね、こういうあの墓場のモッドがね。はい、前回お伝えしてましたようにファイナルファンタジー15のダウンロードコンテンツ4つのうち3つが開発中止され、秘宝が届けられたんですが、もう早速ファンが、ダウンロードコンテンツで追悼のモッドを制作していると。はい、ファイナルファンタジーのメモリアルになってますからねと題したこのモッドはマップ上に開発中止となった、ダウンロードコンテンツのほか中止に伴い実装が危ぶまれているレベルエディター機能などを追悼する墓碑かなを追加していると。ね、熱烈なファンであるからこそこういうのを作るんでしょうけどね、まあ、がっかりも大きいでしょうね。熱烈なファンだからこそがっかりも大きいと、はい、この人の気持ち分かりますよね。はい、まあ、こういうのがあるっていうこともこう
ファイナルファンタジー15の人気を裏付けていると思うので、はい、スクエニさんには頑張ってほしい。ということで次行きましょう。はい、続いてですが、キングダム2クラウンズが12月11日にリリースを開始したというニュースです。開始したんじゃないですね、開始するというニュースですね。はい、2015年に発売されたキングダムに始まるシリーズの第3弾、もともとはシリーズ第2弾のキングダムニューランドの拡張パックとして開発が進められていたが、ボリュームが大きくなりすぎたためスタンダードのタイトルとしてリリースされることになったと。まあ、こういう現象もありますよね。ダウンロードコンテンツとしてね、開発してたらもうでかくなって、じゃあ独立させてしまおうみたいなね。はい、ステージとしては珍しい横スクロール型のゲームシステムを採用したキングダムは現在キングダムクラシックにその名を変えているが、クラシカルなドットやキルされると最初からプレイし直さなければならないといったローグライクなゲームシステムなどが高く評価されていると。でこれ3作目になるんですが、世界観を一新し、将軍のサブタイトル通り中世の日本風の世界を舞台に設定していると。で従来とは異なる、独自の NPC 戦略環境のミステリー要素で構成、発売後も外見の違いだけにとどまらない異なる環境やアイテム、キャラクター、戦略を提供していく予定。オンラインとローカルの協力プレイ対応により脱の王冠で国を支配する。はい、なっています。まあソロプレイだけじゃなくて協力プレイが結構面白そうなゲームになってますよね。はい、ドット絵で描かれてますが、今のドット絵なのできめ細やかな、多分動きが再現されている感じだと思いますが、はい、12月12日に、リリース、まあ、11日というのは現地時間ですね、日本では12日ですね。はい、楽しみにしたいと思います。はい、続いてですが、日本のアニメから影響を受けているイーストワードかな、間もなく配信されるというニュースです。上海に拠点を構えるピックスピルが、90年代の日本アニメから影響を受けて開発したアクション RPG、行員のジョンとして謎の少女サムと共に、荒廃した世界を旅するという内容で、ぬくもりのあるグラフィックやドット絵、ユーモアにあふれたストーリーやキャラクター切り替え機能を組み込んだパズル要素などを特徴にしていると。あー、なんか日本っぽい。はい、ゲームは、ゼルダの伝説や、マザーシリーズ、そして90年代の日本のアニメから影響を受けているという。具体的にどういったアニメかは言明されていないが、少女とおじさんという組み合わせや、正体不明の少女の過去や世界の秘密の探求といったモチーフは紅の豚や86年公開だが天空の城ラピュタといった宮崎アニメの息吹を感じると。まあ、日本のアニメを影響を受けているといえば、まあ宮崎アニメなんですかね。まあもちろん他にありますけれども、はい、なかなか面白そうな画面構成のアクション RPG ですね。はい、これがカミングスーンってなってるんですよね。ですね、はい、カミングスーン、配信予定のカミングスーンで、なので、もうすぐ多分リリースされると思うので、まあ、ウィッシュリストに入れておくといいかもしれませんね。はい、サイバーパンク、クラウドパンクが2019年に登場したというニュースですが、はい、ボクセルグラフィック、マインクラフトのような直方体を積み上げて立体を表現する手法によって描かれるサイバーパンク都市が特徴的になっていると。で、物語にお決まりの陰謀やハッキング問題、不正な AI などのテーマが登場予定で、プレイヤーの干渉によって住人たちに永続的な影響が出ることもあるそうと。ブレードランナー、スノークラッシュ、ファイアウォッチ、バルハラといった映画やゲームからインスピレーションを受けているというクラウドパンクは日本語にも対応して2019年にスチーム配信予定となっていると。これ確かね、 E3 でちょっとお目見えしたタイトルだと思います。ほんとサイバーパンクな世界観、なかなか個性的な。でもこれ背景とかこの都市のグラフィックが結構書き込まれていますよね。はい、こういうグラフィックっていうのは一定のファンが多いと思うんで、いると思うんで、はい、すげえなんか近未来を感じさせる。はい、クラウドパンクも楽しみにしたいと思います。
はい、ここから今週リリースされた主なゲームを見ていきましょう。まず13日、ソードアートオンラインロストソングですね。はい、魔法なしのデスゲーム、ソードアートオンラインが舞台であった前作と異なり、今作では、剣と魔法の世界で展開する中上の VRMMO、アルブヘイムオンラインが舞台ということで、アクションについては魔法要素の追加、飛行能力の追加など原作設定を踏まえた内容が新たに追加されていると。で、スチーム版は実績にも対応してますよと。で、続編である、ホローリアリゼーションとかアクセルワールド VS ソードアートオンライン千年の黄昏については、ともに日本向けスチーム配信は現在は行われていませんと。海外向けに配信中ですが、この流れを組んでおそらく日本展開されるんじゃないかなという感じですね。で、これが、もう非常に好評の評価で、かなり評価が集まっているということなので、レビューが、はい、人気シリーズとなってますね。はい、13日ソードアートオンラインロストソング、そして、15日ですね、はい、これはページを、やってなかったですね、はい、リトルドラゴンズカフェ、リトルドラゴンズカフェですね、はい、本作は、人気箱庭ゲーム牧場物語の生みの親である、和田康弘氏かなが手掛けるオリジナル完全新作ゲーム。料理を学びながら店を手伝う双子の兄弟が、突然目を覚まさなくなってしまった母親を救うためにドラゴンの世話カフェの切り盛りをすると。なるほど、すごい面白いな。うわー、なんか安心して遊べる画面構成、はい、冒険のお供ドラゴンの助けを借りると、洞穴かなから食材を拾ってきたり、ズッキドン、ズッキドン、ズッキドンを勝手に肉にしたり、より多くの、食材を集めることができると。物語の進行とともにドラゴンは大きく成長し、障害物を壊したり岩を押したり空を飛んだりできることが増えていく。今まで行けなかった場所にも行けるようになりますよと書いてありますね。はい、まあ、牧場物語の生みの親である人が手掛ける完全新作ということなので、はい、多分こう一定の評価をこれから得ることができるものかもしれませんね。はい、23日に終了しますが、 20% オフで5032円で購入できるということで、ちょっとお高めですが、はい、ぜひ遊んでみてください。はい、リンクを追加しておきましょう。そして同じく15日、クロノスアークですね。はい、これもリリースされました。これはケムコが、ケムコもね、本当あの継続的にゲームを出している、 Steam で出している会社ですが、はい、スイッチや箱、壺などを駆使してダンジョンの仕掛けを解いていくと。時には動き回る敵を利用することで仕掛けを解けると。で、謎解きに失敗してもボタン一つでやり直せるので安心と。はい、そういうこう仕掛けのある RPG でしたね。はい、ジョブチェンジをして、まあ、その仕掛けあるだろうって感じですけど、はい、ジョブチェンジをしてどんどんキャラを強化していきましょう。覚えた魔法はジョブを変えても忘れないので、自分の好みに合わせたキャラ育成が自由自在に楽しめる。なるほど、キャラ縛りじゃないんだ、職業縛りでもないと。なるほどな、はい、これは自由度の高い RPG になりそうですね。うわー、昔ながらのって感じですね。ケムコってこういうね、あの昔ながらの RPG を得意としている会社ですけど、はい、ね、こういうゲームがラインナップされるっていうのも嬉しいことですよね。はい、で16日、今日ですね、はい、キラーセブン、はい、さっきも、日本一想定アメリカのセールの時に含まれていましたが、はい、キラーセブンですね、須田さんが手掛けたアドベンチャーゲームですが、はい、2005年にゲームキューブに出てたんだ、はい、国内外のファンから熱狂的に支持されているゲームクリエイター須田光一氏と、伝説的なプロデューサーである三上真嗣、小林博之の両氏が、手を携えた作品が13年ぶりに復活しましたよと。でキラーセブンと呼ばれ、7つの人格を持つ殺し屋ハーマン・スミスとなり、国家転覆を目論むクンランが率いるヘブンスマイルと対峙する、多層人格アクションアドベンチャー。銃器の扱いに長け、特殊能力を備えたキラーセブンたちを要所で使い分け、困難な殺しを遂行する。はい、
まあ、国内外のファンから熱狂的に支持される須田さんってありますけど、須田さんって本当なんかすごくいい人ですよね。自分のようなペーペーにも、ビットサミットの時に話しかけたらすごい熱心に聞いてくださって、まあ、1、2分の会話でしたけど、まあ、自分が YouTube チャンネルを持っていることとか、そこでシルバー事件を紹介したということを話すとすごい感心してくださるというか、こう本当なんていうか、誰でもこう気さくに会話に応じてくださる、ね、人柄もいいので多分熱狂的な人気を博しているというのもあると思いますが、で、ね、こういう革新的なゲームをねどんどん送り出している、で内容がちょっとサブカル的な内容で、はいね、一定のファンがいる分野でこうゲームを開発しているという感じですが、はい、好きなクリエイターですね。はい、キラーセブン2005年にゲームキューブで出たものの、リマスター版になるんですかね、が、はい、発売されました16日で、はい、で同じく16日、これも懐かしいタイトルになるんでしょうか、ヘルゲートですね、でロンドン、はい、16日に出ました。ゲームは各々に武器などが異なる3系統計6種のクラスから1種を選んで戦っていく RPG シューターとして展開。トレジャーハント要素やランダム構成のマップなどハクスラ RPG の基本的な要素は全て備えていますと。視点は射撃武器使用時は1人称3人称が切り替え可能で、格闘武器使用時は3人称固定と。はい、大型拡張コンテンツヘルゲート東京については現時点ではスムーズなゲームプレイのため実装されておらず、後日の無料アップデートで追加される予定となっています。なんかヘルゲートって名前だけは聞くんですが、どういうゲームなのかっていうことは存じ上げてないんですが、これを見る限り FPS ですね。あ、 F なのかな、 F じゃないのか。視点は射撃武器使用時は1人称、あ、切り替え可能か、で格闘武器使用時は3人称固定、なるほど。はい、ヘルゲートロンドンが16日リリースされたっていう感じですね。はい、以上いかがだったでしょうか。今回結構最新情報多めでしたね。はい、オータムセールが間もなく始まりますが、はい、その前にこう最新情報も結構あったりなんかして、そして、日本ですでにもう売上上に来ていたりレビューが集まったりしてる作品もあるので、まあ、剣士とかそうだと思うんですけど、はい、結構バラエティに富んだ最新情報があったんじゃないかなと思います。ピンポンパンポン。はい、以上いかがだったでしょうか。今回も、最新情報もたくさんありましたし、で、ね、パブリッシャーウィークエンドの、ニスアメリカ、これがねもうほとんど、最安値を更新しているということで、はい、気になったゲームはあったんじゃないでしょうか。皆さんどうなんでしょうかね。これから年末にかけてSteamに限らずコンシューマー版もいろんな話題のゲーム、期待のゲームが出ますがね、自分はネイバーまとめでプレイステーション4の、まとめとかを、しましたけど、皆さんも多分いろいろやりたいゲームとかがあってお金を貯めていたり、もうすでに予約の段階で買ったりとかしておられるんじゃないでしょうかね。かくいう私も、はい、さっきも言ってましたが、ジャクストコーズ4買いたいですし、ね、ダイダロス神宮寺三郎のね最新作も買いたいですけど、それを2つ買うと1万、5、6000円ぐらい貯めないといけないので大変ですよね。皆さんもお金の工面頑張ってしてください。学生さんは大変だと思いますが、はい、親にねだりましょう親にねだるんかい、バイトしましょう。はい、で、最後売上トップを見ていきましょうか。おお、さすが剣士来ましたね。まあこれね、もう早期アクセスの段階から結構上位に来てますよね。やっぱりニコ動とか YouTube で実況者さんが動画、有名実況者さんが公開すると、それに影響されてやっぱり買う人って多くなりますよね。はい、来てますね。で、2位、あ、ルフラン地上の迷宮と魔女の旅団か。あ、これも、そうか。え、これってあれか。
日本一ソフトウェアアメリカかな。あ、そうですね。あ、なるほど。パブリッシャーウィークエンドで来てるんだ。あー、で、ヒットマン2。あ、言うの忘れてた。すいません。はい、14日ヒットマン2。こんな重要なものが抜けるという。なんてこった。なんてこったに7884円。まあ、お金があれば絶対買ってます。ただ、まあ、お金がないので、セールの時に買います。ヒットマン2忘れてた。ダメだ。こんなことではダメですね。はい、やっぱり、はい、日本一ソフトウェアアメリカのゲームがかなり上位に来てますね。みんなやっぱり、ね、日本初のパブリッシャーということで注目してたんじゃないでしょうか。はい。一切今までセールしたことのないリムワールドも上位に来ていますね。ファクトリオなんかも来てますし、やっぱ 2D サバゲも割と人気がありますよね。で、キラーセブン、さすがの上位に来てますし、デドバイも強いですし、モンハンもね、落ちたもののここをキープしてますしって感じですかね。ウォーキングデッドが意外とね、伸びないですよね。まあ面白くないわけではないんですが、自分はとっつきにくかったかな。生放送でベータ版やりましたけど、って感じですかね。はい。で、最後になりましたが、このチャンネルでは、毎週このような感じで、証拠りもなく、ね、拙いですが、最新情報をお届けしていますし、はい、毎週火曜日には500円以下のゲームを紹介しています。そして、日曜日生放送しています。で、1週間限定セールの中からピックアップしてゲーム紹介しているものも火曜日にやってますし、まあ、初めての人が、Steam に慣れ親しんでもらうための、初めての Steam というコーナーももう40動画ぐらい撮ってます。はい。ぜひね、このチャンネルのホームっていうところをクリックしていただくと、まあ、どんなコンテンツがあるのかっていうことがわかるので、まあ、ただ単に実況しているわけではないということは分かっていただきたいなと思います。情報も提供しますし、まあ、実況もしますしという感じですかね。はい。で、最近、ギフトとかをいただいたり、まあ、キュレーターコネクトもたくさん来るんですが、ギフトも結構送っていただいて、本当こう感謝を表す気持ちに伝える機会がないんですが、まあ、この場をお借りして、ギフト、届けてくださる方ありがとうございました。まあ、できるだけね、実況したいとは思うんですが、ちょっとね、いろいろたくさんすぎるので、次回の生放送でキュレーターコネクト案件で来ているゲームを一気に紹介しようかなと思ってますが、まあ、なかなかねちょっとたくさんゲームがありすぎて取捨選択するのが難しいんですが、はい、できるだけ実況していきたいとは思っています。はい、で最後合言葉ですね。まあ、ニスアメリカがセールにしましょうか。ニスアメリカがセール、はい、この合言葉を自分の、プレゼント用のツイッターアカウントをフォローしていただいてダイレクトメッセージで送っていただければ、抽選でSteamゲームキーを、プレゼントします。明日までの締め切りとさせていただきます。そして日曜日以降配るという形にさせていただきます。では、週末、まあ、自分はね今ウォーフレームフォーチュナーが来たので、まあ、生放送でもやってましたが、もう継続してもうウォーフレームばっかりやってます。はい、楽しい。やっぱり新コンテンツが来ると楽しいですね。はい、アークもそうだと思いますし、サバイバルマーズもそうだと思いますが、はい、ね、大型アップデーが来たらもう嬉しいですよね。自分のやってるゲームの大型アップデーが無料できたらもうやるしかないでしょ。ね、ウォーフレーム 75% オフのクーポン来てほしいなっていうところですね、今。はい、ちょっと話が逸れてしまいましたが、ウォーフレーム実況もやってるのでよかったら覗いてみてくださいというわけで、週末ともにスチームゲームを楽しみましょう。ユーロでした。バイバイ。